山梨県出身のジャーナリスト西村清さん54歳。ドイツに住んで26年になります。オートバイやキャンピングカーなどについて日本やドイツの新聞雑誌などに記事を書く一方、芋焼酎好きが高じてドイツを中心としたヨーロッパに焼酎を広めたいと活動しています。ドイツでの生活を通して芋焼酎が受け入れられる土壌があることを感じています。やっぱり近年健康志向で40度50度っていう蒸留酒は少し敬遠され始めてるんです。25度っていうのは僕が今までまあドイツ人あたりに飲ませた感想ではですね、一様にマイルドなウォッカっていうんですよね。それで今まで40度50度の度数が強すぎて飲めなかった女性たちが、あ、これだったら飲めると、あと値段が3分の1以下というのはですね、大変な魅力で移ると思います。ドイツでもよく飲まれているウォッカと芋焼酎の共通点にも着目します。ウォッカでさえ芋からできてますから、はい。で、芋っていうのはもともとロシアにもヨーロッパにもアジアにもなかったもので、もともと例えば南米あたりから来てますよね。人類っていうのはですね、さつまいもにしても普通のじゃがいもにしても芋っていうものがやっぱり馴染めるような思考があるんだと思います。西村さんは先日、芋焼酎とヨーロッパの橋渡しになりたいと県内の焼酎メーカーが集まる中、まずは芋焼酎というジャンルがあるということを広報することが大切だと話しました。大きなカテゴリーの焼酎という、まあ、認識がヨーロッパ人にないので、まあ、それを知らせることから、まあ、始めたらいかがかなと。認識してないものは買わないし頼まないんでね。またドイツには日本伝統の食品が受け入れられたいい前例があるといいます。それは醤油です。昔例えば全然見なかった知れなかった醤油のようにですね、どこのスーパーにも並ぶ時代が来るかもしれないです。私の住んでる村は4000人ぐらいの小さな村なんですけども、そこのスーパーにも50本ぐらい並んでます。ただそれがそういうふうになるためには30年間ぐらいそのメーカーは欧州で頑張りました。醤油をドイツで販売するためのお手伝いをした経験もある西村さん、芋焼酎をヨーロッパに広めたいというこれからの夢をこう語ります。薩摩焼酎っていうものを欧州に展開するお役にですね、自分の今までの経験を踏まえて立てれば、すごく自分の人生の中で本望だなと。醤油のように自分の村のスーパーに焼酎が並ぶ日が来ればですね、まあ良い老後を過ごせるんじゃないかと。それぐらいね、焼酎大好きです。